か。ボーリング。ボーリング。とりあえずじゃあやってみよう。タッチ操作、モーション操作のどちらか選びます。どこボタン？待って、どこボタン？あ、はい、持ち方。方向？ボールを持つある？移動？あ、なるほど。とりあえずまっすぐで。あ、待って、私やばい。これマイクバーンしちゃうんだけど。ちょっととりあえず行くわ。あ、待って、そんな本格的なの？ちょっと待って。立ちます！行くよー。後ろに引いて。はぁ！あ、鼻、鼻さん。あ、すいません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 。すいませんね。こうして。はーい！あ、待って、話しちゃうんだけど。はぁ！なんかもう、これさ、もしかしてさ、ちゃんとやらんとマジで曲がるやつ、これ。まっすぐやるやつ、これ。ちょ、待って。まっすぐするのこれ。わからん、わからんって。じゃ、ボーリングなんてわかんない。あ、ちゃんと、オッケー。ヤイダー選手、ボールを掴んだ。投げます。足をしっかり前に出し、ぐーっと振りかぶって、投げたー！ぐー、うまーやったうまいです。やっぱ真ん中でいい気がする。いや、ちょっとだけなんか、ちょっとこっち側で。よし、いくよ。こうして、はい、曲がった。なんで、めっちゃ曲がったんだが、なんでこんな曲がるの。なんでちゃんと後ろにふっ、めっちゃ曲がるんだけど。なんか最後が悪いのかな。ちょっとちゃんとな流すか。ちょっとスッと流してみる。そのままなんかクイって上まで上げちゃうのが良くないのかな。いくよ。あ、いいんじゃない。こうじゃない。こうなんじゃない。全部ダメだわ。マジむずい。むずくね。むずいんだけど。まっすぐね、まっすぐ。ねえ、曲がった！また曲がったー！ねえ、なんで？なんでですか？なんでこんな曲がるの？謎まくらい。もっと勢いよく、わかった。ちょっともっと振りかぶ。ちょっと待って、画面に当たんないように気をつけ。いくよ、思いっきり投げるよ。いくよ。ふっ、待って、ちょっと待って。押してる。あ、ここ？あ、ここ。いくよー、はい。ダーツやったことない。1はダメだ。1は良くない。こっち。ああ、20。もうちょっと。まあ、このくらいはね、余裕をね、与えてあげて。ああ、オッケー。相手も変わらん。そんなに変わらん。
今よし落ちなかった。あわわわ。あわわわわ。あわ。えいよしナイス。ちょっと待って。どにゃ。ちょっとこちらじゃん。あー来たー。ダブルブルダブルブルダブダブルダブルブル。よしよしよし。いや、ほんとに無理。モータースライダー。モータースライダーはやったことあるんですけど。もうね。聞きたい私のモータースライダーの話。めっちゃ情けない話なんだけど。全然面白くないよ。ただただ。ただただ、もうね金槌の人がウォータースライダーやってみたみたいな感じの話になっちゃうけど、まず手を離すタイミングがわからないから、ウォータースライダーの上にいる係員のお姉さんに大丈夫ですか、手離せますかって言われて大丈夫、ちょっと待ってくださいね。心の余裕がって言ったら、なんか、じゃあ、ちょっとね、落ち着くまで待ってから、手離せるようにね、なるまで、ちょっと待ってる人、じゃあ、ちょっと優先して、今大丈夫ですかって言って、まず一回下ろされるでしょ、一回戻されて。大丈夫そうですか、行けますかって。はい。じゃあ、カウントダウンするので、一緒にね、頑張っていきましょうねって言って、その別に乗るわけじゃないんだけど、その人は。はい、って言って。はい、じゃあ、3、2、1、はい、行ってらっしゃーいって言って、無理やり、後ろのなんか浮き輪みたいなやつを押されて。私はもう、そこで、あ、出荷ってこうなんだなって思ったの。これが出荷だ、と思って。めちゃめちゃ係員のそのお姉さん、さっきの対応までめちゃめちゃ優しかったのにさ、その、出発する、そのカウントダウンした瞬間の浮き輪の押しがめちゃめちゃ本気で、すごいスピードついてさ、よほど行かせたかった気持ちはとてもわかるんだけども、あまりにもそれが、初、ウォータースライダーだったから、あまりにも衝撃的すぎて、ものすごいスピードで、滑空じゃない、なんていうの。滑ってったんですよ。でもね、やってる間も記憶がなかったですね。で、気づいたら、外が見えたの、光がパッて、はっ！ってなった時には、浮き輪に乗ってるタイプだったんだ、昨日。浮き輪がひっくり返ってさ、私、もうがっちり捕まってたもんだから、マジで、気づいたらさ、ひっくり返ってさ、プールの中だったわけで、マジで焦って。至る、穴からね、全部水を吸いました。もう本当に。もう死んだと思った、マジで。大変だった、気づいたら外だった。気づいたら外。そして気づいたら外じゃない。外なんだけど外じゃない、みたいな。もうマジでもうね、ブルブルブルってなってた、一人で。本当にそんな思い出がある、そんな思い出が恐ろしい。多分そう、本当に怖かった。あれは危ないところですよ、本当に。しばらくゲホゲホしてたわで、どうだった？初めてのウォータースライダー楽しかった？みたいなこと多分ね、本来であれば、こう、聞きたいところだったね。友人とかも、何も言わず、大丈夫？みたいな。めちゃめちゃ、笑われてましたね。そんな思い出があります。はい。まあ、でもなんかこう、マジで本格的に多分、もうやばい状態だったら多分もう、大丈夫みたいになると思うけど、まあ、そこまでじゃなかったレベルでしたね。なので、笑って済んだぐらいな感じでした。なんか、聞いた話曰く、
その降りてくるときにそのこうトンネルみたいなところから出てくるんですけど、あまりにもねなんか必死な何て言われたっけな、なんかあまりにも必死すぎてなんか違うものをなんか違うのをしてるような感じだったみたいな、顔がだからもうひどかったらしい、必死すぎて。そう、ライフセーバーの人とも来てない、大丈夫よいしょ。なんか自分の起きてる間ではさ、めちゃめちゃ時間スローモーションだったんだけど、あっという間だった。今度は増産スライダーから始めよっかってそれ子供用じゃないそれね。え、それなんか3歳から5歳までの方はあの保護者の方とご一緒にみたいなやつじゃないんですよ。嫌なんだけど、私なんでそこにいるの。やっぱだからやっぱね、プールが一番、プールでプカプカしてるのが一番ですよ私もともと魚の小骨、だから魚の小骨があまり得意じゃなくて、この話もしたっけ。私魚の骨をさ全く気にしなかった時にさ、ベロ貫通したことあるんですよ、骨が、魚の骨が。何の魚だったかなその時忘れちゃったけど、めちゃめちゃ痛くて本当に。そう、痛かった、本当に痛かった。そっから気をつけるようになった。鯉食ってる時かな、鯉かな。んでもほんとしっかりした骨プスンって刺さって、あへーってなった。でさ親にさ、ねえこれ母かんはよえはいやいやこれはこれはこれはこれつってさ、もう痛かったからもうベルをねもうベーってそのまま喋ってたんだけどさ、ずーっとさ笑われて、え何え何つって、なんか刺さっていいよつって、抜きにゃって言われて、ずーっとそれねえな、もうめちゃめちゃ痛いのに何もしてくれなかったわ。抜きゃ何抜きゃとか言って本当に雑なんだよな、雑、マジで焦ってんのに何もしてくれん。で自分で抜きました骨を。よいしょ、ゆっくり抜いた、ゆっくりプシュって。あ、閉じ込めができた、閉じ込められた。え、ずっとこれでよくね。でれれ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 れ